丈介っていうキャラクターは今までのあの主人公と比べてなんかこうしデザイン的にこうしようとかあったんですか。あ、なんかこのなんかセーラー服っていうか、それがなんかちょっと海で遭難したみたいなイメージ、謎めいてるような なんかこう遭難者のようなイメージっていうか、海にいたんだなみたいな。あとね、いつもねジョジョの場合ね、このねなんかシルエットっていうの、髪型とかのここ平らにしたりとかね、ジョー太郎だったらねこうなってたりとか、これ重要なんですよ。なんていうか遠くにいてわかるっていうか、昔のジョウスケだったらこうリーゼントがさ、はい、こうあったりとか、あとジョルノ・ジョバーナってやつだったらこうとかさ、なんか一目でわかるシルエットっていうか、それ重要にして、これ以外これはカイちゃんもダメなんですよ、はいはい、ということでなんかこういうシルエットっていうの、うんうん、そういうところが重要ってに したんですよね。なんか漫画としての なんかこうデザイン性っていうか象徴性みたいなのをこう劇画なんだけど、気をつけてるっていうんです、気をつけて作ってるデザインっていうか。ジョウスケを最初見てて思ったのがそのスキッパというか、あ、スキッパとかもね、そういうのも全部それですね。なんか象徴性みたいなのがちょっとあって、ちょっとスキッパとかね、ちょっとすると下品になってくるんですよね。難しいんですよね。最初この予告カット見た時、うん、スキッパじゃねえかって、やばいねみたいな雰囲気あるよね。一瞬ドキッとしました。でもまあ慣れるとね、あんま関係ないんですよね、うん、そしてまだ後に重大な、そうですね、それ伏線にもなってるっていうのもあるし、はい、二つの肉体を手に入れてるっていうか、なんだろう、設定上あるんで、まあ下書きはもうこんなもんですかね。まあ全部そうかもしれないですね。この敵役とかもね、なんかねシルエットが被んないようにするっていうのがまず基本ですかね、うん、僕の場合は、うん、でまあ、ほとんど着替えないですよね。ずっと同じ服着てるし、脱がないです、ね、脱がないですね、はい、なんかそのキャラクターの一部として作っていくっていうか。でもなんだっけな、なんかねスキッパのねなんか モデルの人がいたんだよね、たまたまその時、今もういないかもしれないですけど、そういうのもあって別になんか変じゃないんだなと思いましたんで。毎回主人公の最初のビジュアルが予告とかで発表になるとみんなざわつくんですね。あ、そうですか、はい。僕の当時でいうとこうジョースケが4部がリーゼントで、リーゼントね、あ、結構衝撃的でしたね。そうっすね、あの時はなんかもうダサさの象徴みたいな雰囲気になる。でもものすごくかっこよく見えるくってくるんですよね、読んでると、はい、ありがとうございます。でもうん、あの時もデザ学生服をちょっとなんかデザインしていこうかなって思ったので。確かにキャラクターデザイン変わらないですね、先生。広瀬光一ぐらいですか。あ、デザインですか。身長とかね、はい、あ、身長はそうですね、身長とかね、ちょっとね狭間だとか、そうですね、なんかこう2人が並んだ時に実際10センチぐらいの身長差ってね、ほとんど漫画にすると変わらないんですよ。だからなんかすごい腰のあたりに頭がないとなんか絵的におかしくなってどんどんさん小さくなってくるんですよ。それはじゃあ今のこのラフとか作画をしていく中でもうライブ感で。そうなんですよね、本当にね。こう例えばこのどっちが身長高いって言って、ここにさなんか10センチぐらいの人描いたってね、ほんと変わんないですよね、うん、
やっぱこのぐらいになんないと小さい人になんないっていうか、漫画の底はちょっとあれですけど、とそのなんか印だけかもしれないですね。目がちょっとでかかったり小さく しようかなって思ったりとか、あと眉毛の位置なんかもこうちょっともっと深刻だったらグッと入ってくるんですよね、ペンの時に。口がペン入れてからも直していくしね。あ、ホワイトとか、うん、そうですね、これじゃないみたいな。別に全然なんていうか下書きはもう、いやこのままね、例えば5ミリだけずらして書くときもありますよ。なんか ちょっと構図違うなみたいな、 こういう感じでずらちょっとずらしていくんですよね。そこもペン入れをしながら。そうですね、例えばですけど これはなんかいい、なんか不都合なことが起こったりとか、アクションではなんか入んないなとか、気分によってはなんか手を後ろに回してみようかなんな時は 手だけグッグッてやればいいわけなんで、全然重要じゃないっすね。濡れてるんでね、全部ねこう一方向からでしかやんないと。あ、これ全部ね、なんか定規で覚えてるんですよ、この定規の影で。だからこの定規生産中止にされるとちょっとまたね不都合なことが角度のこうできるこの影で覚えてるんですよ。ここに置けば、ここに置けばそのこの幅が引けるっていう、なんて言うんだろう、だから文房具に関してはね、なんかねあんまり余計なことしてほしくないんだよね、あの 改良とか。なんかここの角度急に薄くなったりするんですよ、あれがすっごいねもうね、ねえ、その定規もじゃあ使ってから高いんですか。あ、これはもう何十年じゃないけど、メモリのとことかすり減ってる。確かに年季が、年季が入ってるけど、この丸いコマもなんかね、最初は付け足しだったんだよね、あのどうしても一コマ欲しくなったけど面積がないじゃないですか、書いちゃうと。漫画って本当面積が決まってるからあれだよね、あの映像みたいにさ、なんか挿入できないんですよね、あれがなんかいつも嫌だったな。特に少年ジャンプはページも増やしてもらえないし、カットもさせてくんないので、絶対になんかね大腸が決まっててね、ダメなんですよ。で昔なんか CM みたいなのがあって、この辺に、ああ、ありましたね、あれとかもね、もう全部決められてんの、ネームにさ、もうこういう感じで書くんですよ。例えば45ページ CM なしってね、いまだに書いてるんですよ。 CM なんかもうないんですけど、何十年もここね、2分の 1CM とかね、3分の 1CM、 4分の 1CM とか書いてないと
ダメなんですよ今。これの名残で 45CM なし、ずっとこれそれのなんかね名残なの。じゃあページ数でいうと今の方がすごくこう書きやすい。あ、自由ですね。あの2ページとか増えちゃったって言ったり減っちゃったとか全然大丈夫なんで。でもジャンプは絶対許してくんなくて。スティールボールランがじゃ少年週刊の時。あ、そうですね、結構ページ数あの時はちょっと、毎週じゃなかったんで、でなんか19っていうリズムがね、19ページっていうこう漫画を読むリズムがなんか僕と合わないんだよね。いつも21な、どう書いてもなんていうか自然に21になっちゃうんですよ。そうすると2ページいつもどこ削ろうかなみたいな、でここで引きたいのに2ページ足りないっていうのがなんか毎週のなんか思いで、でも その19のリズムになんかどうしても合わないんですよ。体内時計がなんか決まってるような雰囲気がちょっとあるんですよね。 DNA が21なんですよ。あ、なんで19なんですかね。ちょっと分かんないですね。スジャンプの伝統第一長女36ページずつで印刷していく。あ、なるほど、綺麗にバレるんです。19の話だと。でも DNA は多分21ですよ。人間のなんか宇宙の法則で決まってるような気がする心拍数とかさ、そういうのの関係があると思うんですよ。19つらかったですよ。なんか ペンもあるんだけど、何でもいいんですよ俺。サインペンでこう曲線とか書きづらいところをサインペンで先にやっちゃうことにしたんですよ。なんかここただベタ塗るんで、はい、あんまりペン関係ないですね。これがノリスケさんのやつとかも全部こうサインペンでも先に書くことにしちゃった。いつ頃からこうやられてる？なんだろう。いや、なんかいつの間にかサインペンがダメなのはなんだろう、こう同じ太さでしかいかないっていうどこぐらいですかね。あと消しゴムにちょっと弱いんですよね、サインペン。それぐらいで本当だったらサインペンで書きたいですね。あの この手間っていうか。
変えていいんならあれですけど、これですね。あ、牧汁。牧汁を水で薄、ちょっと薄めて。ただこう、クッション用に巻いてるだけなんで、ちょっと汚れただけで、それほど出ないです。先生によってはもう、ずっと使ってますみたいな人も。あ、そうですか。まあ、うん。まあ、はい、なんで。あんまこだわりはない。あんまこだわらないですかね。まあ、太さとかでもこれがいいのかな。に関して30年近く描かれていく中で何かこう意識的にこう変えたりとかしてる。そうですね、なんか自然に変わっ、あんまり同じものを描かないようには してるのかな、他の作家さんに比べたら。だからかなり変わっているんだよね。なんか時代のあれで、そのちょっと軽くしようとか、あとなんか重い絵にしようとかっていうのは結構そういうのは意識してるところあります。うん、あの陰影の入れ方の違いで、昔はやっぱりなんか、なんだろうな、若いせいか勢いがあったのかもしれないけど、
とにかくなんか重量感みたいなのを重要にしてた時期もありました。すごい。でも今はなんかこうか軽やかなところとかそういうのもあれかな。なんかあのこういう白いページ白いコマが結構あるんだけど全部同じようなトーンで書くとなんか疲れるかなみたいな時が思ったことがあって、ここはねあのベタとか入れないで書くつもりなんですよ。もう本当に線だけで薄くしてんで白いトーンがあるんだけどあのそれを貼るつもりなんですよ。するとここがなんか薄くなるんですよね。 こっちの方にベタが入るんだけどここはあんまり入れないようにして、ベタというか。そうですね。何に使われてらっしゃるんですか。え、なんだろう、マクソンの耐水性サインペンっていうか、なんだろう、マーカーみたいな太めのマーカーというか、はい、これから陰影つけていくんですけど、このなんか立体感とかここの
距離感ですよね。ペンっていうのはただのもうほんと道しるべなんですよ、あの僕の絵の場合は。重せを描いてるっていうよりは道しるべを描いてるだけで、ここでかあのなんか影で人物を見せていこうとしてる。でそこの影のところにこう締めてってるわけですね。なんかちょっとあれですかね、例えば 目だけでもこうだけじゃなくてここに影が入ってるんで、ここのところをこう締めてってるんですよね。こういうふうに微妙に、こういう感じなんですよね。眉があったとしてもここのところに影が一番強く入るので、そこのところにこうグッと入れてってるんですよ。こう目もな、ま、目もね、真ん中にこの眼球があるんで、その丸さみたいなのをこう表現してるんですよね。こうやって、それペンでやってもいいんだけど、なんかいちいちこうやってやったりすると、あとポタッてやったりすると危険なんで、危険っていうか、なんかサインペンの方がいい。どうせ同じなんで、黒ければいいんで、何でもいいんです。あとはなんか表情の微妙さみたいなところはちょっと気ぃつけてるかな。ほんとちょっとやっただけでなんかね、笑ったり怒ったりする感じがね出るんですよね。そこが楽しいんですけど、じゃあ今描かれてる顔はどんな表情の？なんかこう決意を述べてるとこなんで、なんかそういうのが出ればいいのかなっていうか、なんかちょっとにやけてたりするとあれかなとも思うし、でも深刻でもない。あとはちょっとなんかこう、なんだろう、体重がどこにかかってるとかっていうのはちょっと重要ですかね、人物描くとき。まあ、ポージングかもしれないんですけど、この場合はなんかちょっとね、なんか印象に残ろうとは思ってるんですけど、そういうのも あるんで、同じようなあの前に、ま、この前以前のこの若いページのところみたいなのとはちょっと違う風にはしようとは思ってるんですけど、こうなんだろう、ちょっと前のめりになりながら下から見てる構図なんで、これが入ってるんですね、手よりも。この腕よりもウエストの位置があっち側なんですよ。こういう形なんですよ。こういう極端だけど、だこの距離感描きたいですよね。鎖骨の位置とかも前になってるからここに来るけど、上だとこの辺に来たりするんですよね。そういうのはありますけど、でも昔なんていうか、こうあれだよね、あの少年漫画ってさ、太く眉を描くみたいな、なんか決まりみたいなのがあって、はい、それ細くするときにすごい苦労したんですよね。なんていうんだろうな、描いてて気持ち悪いんだよね。あの悪役とか、なんか脇役みたいな気分になってくるんですよ。だからあの辺だけど、だんだんなんかそういう時代っていうんですかね、そういうのがあって、こういう感じになったんだけど。確かにジョナサン、ジョセフン、そうあたりまでは、あの辺なんだろう、その時の流れじゃないけど。でペン、普通のこれからどうですか、顔料インク、はい、これでタッチつけて、タッチをつけて
その筆ペンで。そう、あのペンはやっぱりね、あの地球からのさ打撃がこう手にくるんですよ。筆ってやっぱりこう全然ないので、なんだ、腱鞘炎とかになりにくいのではないかなと。あと表すごいこう表情が豊かなところがいいっすよね。本当はこうペンで、ペンよりもこう筆でこのままこう本当は行きたいですけどね。このタッチがもうやっぱり荒木先生というか、このタッチ見ただけでも、はい、そういうとこじゃないですかね。おっしゃった意味がはっきり分かったというか、ええ、なんか陰影だけ描いていくんですよね。こうなんていうか、だからあんまり線に意味がないっていうか、we'll be right back.
アシスタントに、はい、回す感じですけど、こういうとこ書いたりとか、あの無限に描けんだよね絵って、うん、いつまでもやってられるんですよ。まあそこがまた楽しくなったりすると抜けれない部分が出てきたりするんだけど、こう愛情が湧いてくるとね、ずっとなんかやりたくなるの。まあそこはなんだろう、締め切りもあるしね、なんかこう時間が来たらまあこんなもんかなみたいなのはちょっとありますよね。ええ、でもなんかこう、うん、ずっとやってたいような気もしますよね。うん、それがなんかこう絵なのかなみたいな。でちょっと印刷されたみたいなのでこう見比べて、もうちょっと線太くしようかなとか細くしようかなとか、そういうのはちょっと考えますけど、作画に関しては。あとなんだろう、この後こうカットバックとか、またカットバックというか背景の線、硬化線とか入れるとまたちょっと迫力が違ってくるんですけど、その辺もなんか印刷とか見て研究、あの全然違うんですよね、あの雑誌になると。でここで切れるし、こういう画面になるし、そうするとね、書いてるのとイメージが違ってたりするんですよね。印刷もありますけど、そういうのはなんだ、こう雑誌と見比べてとか読んでみてとか、そういうことになってくんですけど、まあとりあえずあのビデオ的撮影的には これかなって感じですね。うん、そうですね。なんかこういうカウントがね、あの気に入ったりするとね、ずーっとやってたくなんだよね。それで体壊したりするんだけど、それに気をつけてくださいって感じですか。はい。